裏っ側、石見店長も超怪しい。石見店長のドラマジー。はい、というわけでね、チャンネル登録者数獲得イベントビッグは7点でね、やってきました。いや、だからね、この内容も結構ね、あれなんだよ、まあ、プラカードみたいなのを持ったりとかさ、で、まあ、ポスターがあったり、うん、で、あと、チラシもね、ちょっと作ってもらって、これを、まあ、配って、うんうんうん、もうぜひね、チャンネル登録お願いします。デージ面白いですよ。石峰店長の裏側見たくない？見たくない。見たくないそんなこと言わんで。そんなこともありつつ。そう。いや、結構ね、楽しくね、イベントをやってきました。うん、まあ、その模様をちょっとね、見てもらおうかな。うんうん、はい、ぜひぜひ。スターティン。はい、今日はね、ビッグワン那覇店に、来ていますね。ビッグワン。で、いつもの不愉快な仲間たち上から仲間たちと何をするのか知らない。何するの？もうバッチリさ、呼ばれた。どう？呼ばれた。いや、だから今日はさチャンネルの登録者数ね、やっぱり今ちょっとここ少しずつは来てるんだけども、もうちょっとバーンと伸ばしたいと、伸ばしたいということで、ちょっとキャンペーンを打とうかなと思って今日みんな呼んでるわけ。事前にさ、これこういうポスターも作ってるわけよ。これすごい、すごいだろ。目標何名？これ目標何名？これ目標あんのかな？持ってるやつ全部。ああ、このあビラですね。チラシはちなみに300枚吸った。素晴らしい。じゃあこの300枚を配るまでにはまでは帰らないと。帰れません。帰るなよ。いや、ただ帰ります。なんでよ。帰るなよ。たまたま石垣から助っ人が来て、そうなの？マジ？呼ぼうね。ミニオンズ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 。勝手に決めるな。これの名前どんどん増えていくし。だからね、あだ名が増える。じゃあ今日はお手伝いしてくれると。はい。ありがとう。じゃあこれ。これ。え？もう丸だけ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録者数の獲得イベント、みんなでやったよ。おー、急なやつ。石峰店長の裏側。YouTube チャンネル、あ、見たことあります。解説、あ、そうか。見たら裏側が見れます。それでもいいよ。日差しをやらげる、あの窓に貼るやつ。ああ、窓に貼る目隠しシート。目隠しシート。ああ、嬉しいな、とっても。はいはい、2枚ぐらいもらっておきますか。あ、はい。僕一瞬店長で架空の人物だと思ったんですよ。あ、そうですか。はい、実は生きてるんですね。いたんですね。生きてるよ。出てこない。すごいでしょ。いい調子じゃん。この調子でいったら、うん、なんか結構。でもよ、沖縄の人って結構さ、あれなんだよな、なんていうか、シャイだからよ。ちょっと恥ずかしがり屋なところがあるからな。うん、もしよろしければチャンネル登録していただければ、もうお菓子今つかみ放題。お菓子のつかみ取り。お菓子のつかみ取り。お菓子のつかみ取りやってるんですけど。お菓子のつかみ取り。お菓子のつかみ取りやってるんですけど。やっぱり人気者だから、みんな、興味を持ってくれますね。みんな登録よろしくお願いします。手応えあるんだよな、うん、こういう感じで、うん、今の感じでいいと思う、うん、ただちょっと時間がかかる。ご主人がいろんなビッグワンの商品を僕の CM 見て買ってくるんだけど、奥さんをもういい加減にしてポップコーンはもう止めましたって言ってた。はい、石峰店長の裏側。はい、というわけで、配ってまいりましたけども、はい、頑張りました。ね。ねえ。だけど、結構残ってない。わー。
やいやいや、配りきれんけど、だけどあのあとほらあのほらポスターとかな、そうね、あったから応援の協力してくれた武田君って、武田君も呼ぼう呼ぼう、喋るのは一人にしてくれる。伊勢目店長が配りきれなかったから、うん、ディレクターから、うん、罰ゲームがあると。いいね、誰からの罰ゲーム。俺めっちゃ配ったんだけど、俺みんな、え、みんな全体的に作れなかったから、ミニオンズ500の参加、スケットなのに、せっかく刺激から来たのに、だから、いや、出た。え、もしかして入ってるの、何、たこ焼き、こたこ焼き、ロシアンドルーレット、協力者の武田君も呼びましょうよ、これも一緒に配ったから、そうだね、武田君、うん、一緒に配ったから武田君も一緒にやりましょう。武田頑張ったからな、そうそう、武田君めっちゃ頑張ったよ、お客さんの荷物持ってあげてからよ。誰かなと思った、武田君。武田君めっちゃ頑張ってた、ほら店長より減ってるじゃん、結構店長より減ってる。え、俺デージもたくさん持たされたんだ。行くよ、よし、おい、イエーイ、入ってる。マジマジ、うわおい、え、一発目一発目やるぜ、入ってるもんなくよ。赤いんだけど。え、来てんのか。どうや、こっちとこっち違うんじゃないか、またこっち全部ほら当たりだし。ピクピクしてやばいよな。最後にもうみんなで食べてしまいましょう。はい、じゃあ食べてください。交換しましょう。じゃあもう一回行くと、はい。ソーサルディスタンスみたいな。はい、わさびですね。わさびわさび。全然面白くない。最後僕が責任持って食べます。いくらなんでも。食べます。食べれ。食べれ。食べた。そうだよ、あれあれ辛いの好きだから。これ俺は当たったのは2つわさびだ。大丈夫、これもわさびやろ。全然無反応なんだけど。普通、ん、普段辛いの大好きだからね、平気なんじゃない。あ、来た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 。あの、俺らが持ってたのは全て当たりだわ。じゃあ当たり何個だろう。あ、当たりと当たりじゃないの、分けたの、分かんない。やだわ、だろ、死ねえ。俺あっち行かんかったらやばかったんだ。はい、というわけで、まあ楽しい、楽しくない罰ゲームも、はい、今日の、イベントはこれにて終了ということです、はい。まあ、結構まだちょっと残ってるんだけど、これはまた配って今からな、配りたいと思います。で、今日結果としては何、24名、おー、まあ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 、よかったね、おー、すごいな、毎日やるか。お願いします。お願いします。はい、ということで、このあの愉快な仲間たち、怖いな、怖いね、怖いよ、怖い、怖い、これ表でこう動かしてるけど、うん、裏でどんな人動いてるかちょっとわからないよ。なんかますますどんな機会が来るか怖いね、ね、怖い怖い。チャンネルの登録じゃよろしくお願いします。何が出るか。そうですね、はい、というわけで、今日は無事イベント終了しました。またね、見てください、よろしくお願いします。よかったらいいねボタンとコメント、チャンネル登録もよろしくね。